9月21日せいせいスマイル水曜日21時を回ったところ、大阪市淀川区東三国からお届けします。 FM 姫を電波ジャック、パンクロックで電波ジャック。本日は夏至、1年で最も昼が長い日、まあドラキュラからねしたらね、1日が最も短い日になるんですけども、夏至から秋分までが夏ですね。夏の始まりの夜、あなたの心の花のステージ、今夜もパンクロックで盛り上がりましょう。 DJ はノンソーカウス&デストロイコクンです。トライ。今月ね、誕生日のバンドマンって多いんですよね。うん、すごいです。まずはですよ、先週ね、誕生日やったというヨスコね。ヨスコ元気しんかな、おいおいってね叫んでほしいですよね。コブラで電波ジャック、カモニアウェイ。I'm not afraid to die.
コーラで Come on in ラフィンノーズで Sun for USA でした。ラフィンのね Sun for USA もね、それはもちろんチェッカーズのね Sun for USA もね、もうどっちも好きなんですよね。若青春ですわ。はい、本日はねそのパンクヒーローチャーミーの誕生日です。おめでとうございます。ゲイハッピーバースデーパンクヒーローね、おめでとうございます、ね。ラフィンはね今週土曜日ですね、6月24日ね広島 KVB、 翌日25日は高知のねクロスポイントでワンマンですね。うん、広島から高知って意外に遠いですよね。4時間くらいかかるかな、多分ね。ちょっとミスとか食ってね、うん、ポンさんね安全運転で気をつけていってくださいね。それではね今週末ですのでね、6月25日日曜日にねクラブストンプの方でねイベントがあります。アキラのイベントね、レッツイットロックね、出演はザ・セクト、そしてギャングスターズ、ハンドレッドナックルね。オープンはね17時30分、スタートは18時です。前売りは2500円、当日3000円で各ドリンク代は別となっております。はい、そのねあのスリーマンライブがねあるギャングスターズからね声のお便りが届いております。どうぞ。ヘルシースマイルパンクロックをお聞きの皆さんこんばんは、ギャングスターズでーす。こんばんは。こんばんは。さて来たる6月25日日曜日クラブストンプ初出演、はい、レッドイットロック、出演はザ・セクト、ハンドレッドナックル、ギャングスターズ、三つどもえですね。三つどもえね、三つどもえ、はい。どうですか玉井さん、あのセクトとハンドレナックルも久しぶりの共演なんでめちゃめちゃ楽しみです。クラブストンプ、ストンプってどういう意味ですかね。トランプの親戚か、もしくはスタンプのスタンプの親戚か、ジダンダみたいなもんちゃうの、足でパッと立てちゃうの。もうそれどうですかリーダー森脇さん。リズムだけですね、もはや。もうリーダーもクラブでストンプすることです。クラブでストンプする、ギャングスターズよろしくお願いします。ぜひ皆さんよろしくお願いします。告知失礼いたしました。ギャングスターズです。ありがとうございました。小倉君頑張って、頑張って。
ギャングスターズで LP レコードザ・セクトで熱帯夜でした。 LP レコードね、俺この間買うたとこないのね、浜村淳のあの司会入りっていう花のあなたの花のステージっていう LP ですね。ええよこれ、ほんまにカラオケなんですけどね、ほんま、うん、ええ感じでした。そしてあのセクトのね熱帯夜ですけど、これかっこいいね曲ね、なんちゅうの、うん、ランチトップっぽくてね、いいね。この熱帯夜ってこれまだね夜涼しいんですけどね、やっぱこれからね熱帯夜になっていくんやろうね。今日まあ夏至ですから、これからどん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 暑くなるっちゅうかなんかねなると思うんやけどもね、まあまあまあでも暑いね、夏はまあ好きですわね、やっぱり夏が好きってね、なんかうるせえやつらのなんかそういうキャラのやつがおったけどね、そういう感じです、好きです。そういうことでね、次行きましょう次ね。それではね、このね週末ねほんまねあちこちライブあるんですよね。6月24日土曜日ね、名古屋レッドドラゴンですね、うん、そこでライブがあります。バーストボックスからの声のお便りが届いております。それではどうぞ。ヘルシースマイルパンクロックお聞きの皆さん、コクンさんこんばんは。バーストボックスでーす。こんばんは。よろしいですか。テイク何個目やと思ってるんですか。もう5回目ぐらいですね。また言うたな、コキュンさんって。やっぱ言ってます。ほんまに。コクンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。滑舌も練習したいと思います。2023年、はい、バーストボックス。一大ニュースが、はい、ベースが変わりました。はいはい、紹介します。ミナヤンでーす。ミナヤンです。よろしくお願いします。はい、見かけおっさんです。みんなおっさんです。ラジオでも顔見てないから、ホールドもないでほしいですけどね。紳士職場の方ばっかりだと思いますんで、はい、そんな2023年の前半はライブを、はい、割とね今までになくたくさんやらせてもらってる、はい、まして、いきます大阪を中心に京都行って岐阜行って、はい、名古屋行ってで岐阜行って名古屋行って岐阜行ってそんな感じで名古屋行って頑張らさせていただいてます、はいはい、で今週の末のはい、土曜日24日土曜日も名古屋行かしてもらいました、はいはい、レッドドラゴン、はい、よろしくお願いします。デビルケンさんありがとうございます。ありがとうございます。お世話になります。お世話になります。それ以降、はい、それから、はい、夏が7月22日土曜日、はい、アメリカ村キングコブラ、はい、7月23次の日の日曜日、緑橋戦国大統領、はい、それからで夏の真ん中8月6日夏の予定を言って8月6日日曜日ですね。8月も夏や。東京新宿のアンチノック お世話になりますんで、はい、お近くの方遠方の方もどうぞ足運んでいただきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、で曲が、ラッシュトレインを流していただけるらしくて、ありがとうございます。バーストボックスが電波ジャックですね、はい。え、なんか言うたんちゃうのあんた今言うたやつ、バーストボックスがそんな感じなん、電波ジャックそんなんでいいの。いろんな言い方探しながら言ってますけど、え、ちょっと待って、ほな俺言うでいい。言うていいですよ。バーストボックスがヘルスマを通して電波ジャーク、電波ジャーク、電波ジャークですね。俺の乗っかり方、はい、さあ最後にマイケン一言どうぞ。本日もよろしくお願いします。ラッシュトレインバーストボックスでした。ありがとうございました。
久しぶりの居酒屋トークですね。今日はねちょっと真面目な話かもしれないけどね、今時っていうかな、最近こう SNS とか見ててそうなんですけどね、 Z 世代ってやつ、 Z 世なんで Z っていうかな、マジンが関係ないしね、まあ こいつらね、あいつらこいつらちょっとねかわいそうな面もありますよね。なんていうか俺らの時代って言うたらなんか変やけど、若い時で携帯電話もないし、それなんちゅうかあの SNS なんか全然ないやんね。今思うたらね、俺らの若い頃なんてねめちゃくちゃ炎上してるようなことをしてんですよ、ほんまにね、良くないことをね。ただ彼らとね違うのはね、承認欲求とかないよね。だから証拠になるようなものを残さないっていうことはね、残してもみんな広めてるっていうのがね、自分でやってるからねしゃあないね、そこ良くないよね。酒タバコ女ね、丸々や丸々のね、悪い行いね、まあそんなんな武勇伝ちゃうからね、基本的に自分らそうですけどね、そんな北斗の拳でねすぐ殺されるね雑魚キャラのねアホの極みですからね、まあ夏が来れば思い出しますね。想像してみてください、イマチンね、イマチンですよ、海岸にそびえ立つね、海岸ですよ、そこに海の家ですね、その海の家にねジープで横付けして焼きそばとねビール買って、ビール飲みながらね砂浜をねパンクロックを爆音でかけてジープで駆け巡る青春なんですよ。ダメですよそんなんね、漫画のような不良ですよね。打ち上げ花火でサバゲーしてね、山の中ですよ、商売長がやってきましたね。そして泊まっていた旅館にも迷惑かけて怒られましたね、そういうこともありましたね。良い子の皆さんみんなね真似したらあかんよ、そういうことね、燃えるよ、キャンプファイヤーどころちゃうよね。初めて海外旅行に行った時もね、こうなんちゅうのチップっていうの初めてなんでね、チップ、あこんなん渡すんや思ってね、チップという文化に触れてね、そのホテルでまあビッグベンをしたんですよね、ビッグベン中さんとね、トイレの蓋をパッとして蓋ね、便器の蓋をしてその上にチップ置いときましたね。そんなしょうもないことしました、ダメですよね、そういう海外旅行ね。レンタカー借りて車返す時間をね1時間ほどオーバーしててね、返しに行ったらまあまあ黒人さん店員さんですね、英語でねなんか時間過ぎてるから延長料金払えみたいなこと言ってるんですよ、なんか時計を指差しながらね、ちょっと怒ったね。でずっと俺らはもう俺ねもう I don't speak English ってね、何言われても I don't speak English って答えとったんよね。そしたらその黒人の店員さんも諦めてね、ゲラウェアウフィアみたいなこと言ってね、追加料金払わんで済んだんですよね。これってね、日本でその外国人がさ日本語わかりません言うてるやん、日本語わかりませんっていうのね、そういうのやってみたかったんよね。ちょっとそんな真似してみたんですけどね、まあ、そういうことをやってました。まあ、これまだ可愛いもんやね。でもあとはなんかあんまり言うたらあかんか言えませんけど、人を巻き込むようなこともするあるからね、人に言えないようなね悪行をしていた報いでね脳出血したわけですわ要はね。そして今似てるんですけどもね、社会的に成敗されることもなく神様を救ってくれたかなと思ってちょっとね改心しながらなと思っておりますね。そんな感じでね最近はねそう怒らないようにしてるんですけどね。ちゅうかね、その YouTuber のなんていうの正義マンの人たちがいてますよね。そういう動画があって賛否あるんですけども、そのジョージアの大使がね優先座席に座ってるとかまた外らね何ね指摘とか見ますけどもね、空いてたら座ったらええんちゃう、だしね優先してあげないといけない人が来たら譲ってあげたらええと思いますよ。で正義マン YouTuber はね再生数を上げるためじゃなく日本の若者のためにね人肌脱いでほしいもんですね。まあね、そのフォー USA もね聞いたことだし、もちろんね資本主義の世界ですからね、お金を全否定するつもりはないですけどね、そういうのなんか寂しいですからね。はい、ということでね今日はね55歳間近な真面目な国運でお届けしました居酒屋トークです。
ミューダバカボンドでサイレンでした。この曲ねめっちゃかっこいいよね。リュウジこんなん言ったら言い方悪いけど好きやんな、だいぶな、うん、ラウドな感じのね。先週ね土曜日にスキッパーズのイベントですけども、パンクトラックナイトね、ジューソーバグえバブバグバブ言われてやって、そこであってね、バミューダのあのナオゾウ君とね久しぶりに会いまして、バミューダの今日ね、だからこの CD ちょっといただきましてね、バミューダ応援したんですけども、いいイベントでしたよ、うん、バミューダかっこよかったしね。あのツインボーカルでね、こうなんていうの、クールジャパンなスタイルね、これ唯一無二ですよ。アブリナタウンとかねいろいろ出たんですけどね、そのバミューダをね対バンに指名したね、元マッドカプセルマーケッツのね、TCL ですね、これめっちゃかっこいいんですよ。センスええし音ええし抜群に良かったね、うん、もうジューソーイズバーニングでしたね。ナウゾくん、ハリくん、俺もね実はあのガーリックつながりなんですよね。ラリーさんのまあ弟くんですかね、兄貴ではないです、弟ですね。そのラリーさん実はね明日誕生日なんですよ、イエーイね、おめでとうございます、イエーイね。今日はねあのインデックスをね当時ね、当時近藤ね、よく対バンしていた頃のねガーリックボーイズのナンバーを電波チェックします。ニンニクナイツ。懐かしいですわね、うん、俺とねラリーさん誕生日近いんですよ、うん、近いからね、あのラリーさんがね大阪におる頃ね、時ね合同誕生日会とかをやってましたね、ナミちゃんとかとね、うん、もう長野行ってしまったんですよね、はい寂しいですね。
あの心斎橋の六棟の方でもね、六棟、うん、あっこでもねラリー塾やってほしいですね。たまにやってください。ラリーさんお願いしますね。それではね、俺がね、俺が自らね、俺に捧げるねマジックゾーンナンバーを聴いていただきましょう。この曲はね、ケンちゃんも好きなんでね、ケンちゃんにも捧げますね。7月1日ね、走行ファクトリーでね、ライブがあります。マヨチックスで電波ジャック、タイムカプセル。
モブスでストーミーナイトでした。ね、モブスもね7月1日ソーコアファクトリーですよ。あのアルバム発売後ね初のライブですね。うん、モブスとねマジックスね、あの8月5日にね徳島でもライブですよ。四国上陸ですね。徳島といえばあれですよ、ジョータル君のねね、住んどった地域ですよ。地域おかしいね言い方だけど、あの生まれのね良太君の徳島ですね。はい、ヨスコーもね、ラリーさんもね、俺も元モブスですね。ベースですよ、モブスのね、モブスのベースは6月生まれね。ということで、まあどうでもいい情報ですね。さてリクエストが来ています。ラジオネーム偽菊池桃子さんあのね、偽菊池桃子さんね、モノマネ得意ですからね、ライブハウスで見かけたらちょっとやってみてもてこれはすごい似てるね。DJ 国野さんこんばんは。またまたリクエストお願いします。今週末は大阪ナンバーハッチでドーベルマンとモンゴル800のライブがあります。このライブが決まった時から楽しみで、それがやっと見れる日が近づいてきたので、ドーベルマンのテンション上がる曲マリーをリクエストします。はじけ飛ぶケンちゃんも楽しみちゅうことでね、はい、かけましょう。ドーベルマンで電波ジャックマリー。
15日ね、ナンバー8俺も行きます。会える方ね、乾杯しましょう。元ねチェッカーズのねスーパーベーシスト大道裕二さんがなんかラジオハム始めるということでね、川崎 FM 79.1 メガヘルツということでね、毎週月曜日22時半からオンエアということで、7月3日ですね、月曜日からですね、大通りでラジオでしょーっていうのがスタートですね。これはもう楽しみですよね。もちろん俺もヘビーリスナーやろ、ね、俺もうリクエストしたよ。みんなどうやってやったんリクエスト、どうなんキョンキョンとか、どうなんなあちゃんとかよ、まだかーお前ささうしいや、何すんのパンクロックリクエストしてみ、モブスとかマイルチックスとかさ、はい、月曜日もね、水曜日も皆さんよろしくです。それではまた来週も元気にヘルシーでお会いいたしましょう。歯磨けよ、おしっこしろよ、さようなら、さようなら、さようなら、チャオ。